高がってふわっと広がった翼、もっと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 見たい光はその先へ、重なってキラッと輝くよ翼、心にきっとある未来へつなぐ翼。ニコの心の音、シンガー、そして伊予市観光大使のニコです。さあ今日は伊予市中山にある花の森ホテル特集、今年は記念の年なんだそうですよ。ぜひお楽しみに。この番組は富士トラベルサービス、富士カードサービス、日野総合製材所の提供でお送りします。富士トラベルサービスでは10月10日から12日2泊3日新居浜港発着の世界遺産屋久島クルーズを募集しております。異色の船と言われる日本丸で贅沢な時間を過ごしながら神秘の島屋久島へ行ってみませんか？お問い合わせ、お申し込みはお近くの富士トラベルサービス各店へ。さあ今日は素敵なホテルに来ております。早速ご紹介します。花の森ホテルの入船さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。まあ可愛らしい声はい、ということで今日は花の森ホテルのご紹介をしていただきたいんですけれども。そうです、今年25周年目ですちょうど25周年ということで、はい、2個の年なんですねまあ嬉しい、私のラジオにご縁があって、あ、はい、嬉しく思います、はい。花の森ホテルさんすごく有名で皆さん知られてる、ね、知らない方いらっしゃらないと思うんですけど、ちょっとだけ花の森ホテルの特徴というか、はい、教えていただいていいですか？はい、当ホテルはですね、大自然の中でその澄んだ空気だったり満天の星空だったりを楽しんでいただけるホテルになってます。もうそれ聞いただけでも、あ、癒されに行こうと思いますねはい、ということでさらに今年創立25周年ということで、はい、いろんな企画がされているということで、はい、教えていただいていいですか？はい、当ホテル夏休み企画として宿泊者限定で花火が当たる25周年くじや山スイカのサービスなどお客様に楽しんでいただけるようにたくさんの準備をしています。中山で有名なんですよね。はい、スイカストリートの山スイカをサービスさせていただいてます。いやもう絶対美味しいやんはい、はい、こちら宿泊者限定ではありますけれども、花火が当たったりとか、はい、山スイカもサービスということで、うん、いやーいいですね。でまだ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 なんかいろんなものがあるということで、はい、8月31日まで延長になった新みきゃん割で一泊二食付きお一人様1万1000円でご宿泊いただけます。またネット予約限定で2000円のドリンクチケット付きのプランをお売りしております。すごいですねこれ、ま、1日2組限定ではあるんですけれども、さらにさらに、みきゃん割を使ってまずは6000円になって、はい、さらに、愛媛ぐりクーポン2000円もついて、でさらにさらに夕食時に使える2000円のドリンクチケットもついて、はい、実質4000円4000円、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですホテル大丈夫ですか？はい、こんなにお得にしすぎて大丈夫ですしかも山スイカもあるでしょ？はいはい、もう新みきゃん割ね、今愛媛県で頑張っているんですけれども、もうすっごいお得なプランということで8月いっぱいまで、はい、はい、これぜひ、ネット予約でサイトが楽天トラベルと、じゃらん、そして、旅行会社伊予ツーリストさんということで、はいはい、ここから、予約をしていただくという形ですね、はい、詳しいことはですね、ぜひ、花の森ホテルの方に ご連絡を、はいはい、してください。そしてまだまだなんかあるって聞いたんですけど何があるんですか？はい、期間限定でスタンプ5倍のキャンペーンをしております。はい、5倍、はい、大丈夫ですか？さらに、はい、これはどういった、
はい、そうですね、通常1来店で1つのスタンプを押させていただいてますが、期間内スタンプ5個押させていただいてます。すごいですねえ、これ詳しいこと、そのスタンプの数がたまったらどうなるんですか？そうですね、来店2回で500円引き、来店4回で1000円引きで、それとスタンプカード2冊貯めていただくと宿泊が無料になります。さらに大丈夫ですか？いや、これすごいんですよね。ランチで宿泊も両方大丈夫ということで、はい、そうですね、はい、はい、これすぐ貯まりますよ、はいはい、みんなめっちゃ来ますよこれランチだけでね、はい、すごく私もね食べさせていただいたんですけれども、すごい美味しかったです、ランチ。ありがとうございます。とメインの料理も選べて、はい、でドリンクもついてるんですよね。そうですね、はい、はい、でさらにここからなんか LINE とかインスタグラムとかされているみたいなんですけれども、はい、いいねでめっちゃお得があるということなんですけど、はい、当ホテルの公式 LINE とインスタグラム登録していただくとさらに200円引きさせていただきます。大丈夫ですかいや、これは来なきゃ損っていうぐらいの、はい、もう盛りだくさんなキャンペーンなんですけど、うん、もうぜひこちら、皆さん来ていただきたいと思います。で、ランチを食べた方、入浴もね、サービスなんですよね。はい、はい、はい、ぜひぜひこちらもご利用ください。さあ、お問い合わせ先など、検索の仕方など教えていただいていいですか？はい、当ホテル電話番号が 0899671666 です。はい、ぜひ皆さん詳しい方を問い合わせてみてください。じゃあ最後に入船さんの心の元気教えてください。はい、私は高校で野球部のマネージャーをしてて、はい、人の役に立つのが楽しいって思い始めて、でその他人の先生に勧められてこのホテルに就職しました。はい、お客さんが私のことを覚えてくださったりとか、はい、お客さんが楽しかったとか、よかったよって言ってくれるのがすごい心の元気になってます。いや、素敵なエピソードありがとうございましたさあ、それでは、花の森ホテルの入船さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。8月いっぱいまでの大サービスのおもてなし、優しいお人柄あふれる花の森ホテルで最高に癒される時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。それではまた来週木曜日にお会いしましょう。今日も一日スマイルで。お相手はニコでした。自然豊かな伊予市にある日野総合製材所、今年で創業65年目を迎えます。愛媛県下の山々から産出される木材の製材加工を行っている地域に根ざした会社です。日野総合製材所はこれからも人に優しい木のぬくもりをお届けします。この番組は日野総合製材所、富士カードサービス、富士トラベルサービスの提供でお送りしました。輝くよ。